皆さんどうもこんばんは。白熱フットボールタクティクスチャンネルへようこそ。今日は第47回目の配信でございます。ナビゲーターはタカです。よろしくお願いします。さて、今日は明治安田生命 J1 リーグ第33節、 J1 リーグも残り数試合というまさにクライマックスという状況でございます。そんな中、アウェイでの浦和レッズ戦でございましたね。え完敗でした。私もちょっと元気が出ないぐらいの完敗でございまして、寒さが徐々に厳しくなってきた10月のラストマッチで、そしてね、金曜日に J リーグの試合があるという、なかなか珍しいというか新鮮な、なかなか楽しみな試合だったんですけど、まあ花金ではなく、まあ泥金というような金曜日になってしまいましたが、中身に入っていきたいと思います。はい、ということで、本日の試合結果でございますが、5対1での敗戦。5点取るとね、夢スコアなんて言いますけど、まあ、まさに夢スコアをやられたというような感じです。そして、悔しいですね。江坂にもゴールを決められ、酒井宏樹にも活躍をされ、山中にも活躍をされ、なんかもうレイソルを出てった選手たちが、活躍してるシーンを見させられる、そして完敗するというね、本当に後半の方は苦しかったですね。まあそんな試合でございました。はい、でポイント、今日はクイックに2点だけ。まあまさに今お話をした通り、いいとこなしの完敗でございました。で、まあ、試合を通じて基本的には浦和の方がいいシーンも多かった。かつ浦和のこの攻撃のスタイルというかですね、可変システムに全く対応できておらず、なすすべなく負けたかなという感じです。で、まあ2点目、まあ、書いてますけれども、まあ、その浦和の可変システムに対する対応っていうところが、まあ、90分通じてできてませんでした。で、まあ後々お話をしますが、まあ、インサイドハーフのポジションを取ってくるこのゆるきと関根っていう2ウイングをどう抑えるかっていうのを、結局90分通じてソリューションを見つけられなかったというのが今日の大きな範囲です。最初はレイソルは 4-4-2 というスタイルで行ったんですけれども、まあいくつか2失点か3失点してからちょっと可変システムというかシステムを変えて、まあ 4-2-3-1 みたいな形でクリスティアーノワントップで、サビオを右に張らせて、豊島とシャルジソンとシーハシの3人 の、 ボランチみたいな形のスタイルを取ったんですけど、まあ問題はそこじゃねえぞと。そこじゃなくて、その裏のインサイドハーフを誰が見るのかっていう、そのはっきりしたマーカーっていうところを決めないといけない。そこは結局90分定まらず、まあ、ズルズルしちゃったかなというような試合でした。はい、そんな感じでございまして、早速中身に入っていきたいと思います。はい、ということで、いつもの戦術ボードに合わせてお話をしていきます。で、レイソルが 4-4-2 で、浦和が 4-2-3-1 というシステムです。で、浦和がボールを持っている局面でお話をしていきますね。で、浦和がこんな感じでボールを持っていると、このサイドバックの山中と酒井宏樹が高い位置を取るんですよね。で、ここにいた関根がインサイドを取り、こういったゆるきも同じようにインサイドを取るというような感じで、この岩波とショルツは比較的開き気味で、まあ、ボランチがパス回しに参加するって時間がありました。で、レイソルの場合、まあ、シーハシがこのボランチにつく、でシャルジソンはまあこのボランチを追っかけていくっていう感じで、まあ、こんな感じになるんですよ。でもシャルジソンはここ行き過ぎると餌が降りてくるんで、なのでうまくこの辺をこううまくバランス取りながら、行く時もあれば引く時もあるみたいな感じの、まあ、こんな中途半端な位置にいたという局面が非常に多かったです。で、この時に、まあ、レイソル比較的ボールに行くような守備をするので、ここにボールがある時っていうのはサビオが出る。で、こっちに行くとクリスが出る。ただうまくここが剥がされちゃう。そうすると、まあ、おのずと豊島がこれですね、行くわけですよ、こうやって。そうするともう分かりますよね。ここにパスがスパンって入っちゃって、完全に局面的にはここでもう 2-1 なるわけですよ。で、結局このまま、まあ、上がってきた山中とかがこの辺にボールをもらって、
このまま2人1人でズズズッと上がっていって、で局面的にはこいつも入ってくる、こいつも入ってくる、でこいつもいるみたいな感じで4枚ぐらいが中で待ってるみたいな時間が非常に多かったです。基本この形を90分ずっとやってました。でレイソルはそれをずっとやられてました。なので今回お話をしたいのは、一体、まあ、今回で言えばここですね。このインサイドのポジションを取るユルキに対して誰が行くんですかっていうところをしっかりと決めなきゃいけない。で途中でレイソルはこのツートップの形をやめたんですよね。シャルジソンをアンカーに置いて、豊島を中盤に持ってきて、サビを右に配置してクリスのワントップにしたんですよ。でこれはまあ一重にこの中盤のこの3枚浦和のこのボランチと江坂というののマーカーをはっきりさせたいっていうところもあったと思うんです。それもあってここをまあ完全にガッチャンコさせる形のシステムにしました。ただ問題はそこじゃないんですよ。ここなんですよ。ここに対してエメルソン・サントスが出ていくのか、それとも川口が行くのか、そういうところをきちんとチームとして明確にしなきゃいけなかった。で浦和がうまいのは、サビオも、守備がうまい選手じゃないので、神谷もそうですよね。ここのポゼッションプレスかのかけ方っていうのが、中途半端だったりするんですよ。で少しサビオがこのボールに食いついた瞬間を見計らってパスを入れて、でボランチはワンタッチでここに入れられるんですよ。でここにワンタッチで入れられる理由はここにいるって分かってるから、だからもうここでスパンスパンって通せるフォーメーションができてるんですよね。そうするともうサビオはもうこっちに食いついてるもんだから、山中はこう上がっていける。そうするともうこの完全に同じようにここで局面が 2-1 になるわけですよ。で、レイソルの、対策を取ったこの3人を並べるっていうのも結局意味なくて、結局ここが空いてる。だからここをどうするかっていうのを90分通じてソリューションがなかったんですよね。それが大きな範囲です。こっからやられるケース多かったですもんね。特に1点目とかそうですよね。1点目はここにいたのが江坂でしたけど、2点目は仕方ないというか PK なので、3点目もここら辺の局面から逆に展開されて、山中のクロスが入ってこぼれ球がゆるきのとこに来ちゃうみたいな感じ。もうあとは覚えてないです、もういいっすみたいな感じですよ。なのでいかにこのインサイドハーフのポジションを取ってくる選手をどう見るのかっていうのをきちんとしなきゃいけなかった。で、一番簡単なソリューション、逆に言うと昔やった鹿島もこんな感じの攻撃してくるんですよ。サイドバックが高い位置を取って、サイドハーフがインサイドポジションを取って前に枚数をかけてくるっていう攻撃してくるんですよね。その時のレイソルって皆さん覚えてます？勝ったじゃないですか、あの試合 2-1 かなんかで。あの時のレイソルって3バックなんですよ。だからこの相手に対する有効な手段は3バックですよ。すなわち3バックにしたとしましょうか。じゃあシャルジソンを下げて、この3人を下げて、要は5枚のブロックを作るわけですよ。そうすれば基本的にここにボールが入った瞬間ってマーカーってはっきりしますよね。これ行きゃいいんです。別にこいつ見なくてもいいから、こいつはここがつくから、シンプルな話でブロック作ればここの上がってくる5枚って結局数的同数なんで、ここで別に自分のマーカーもはっきりしてるし、自分の前で選手がちょいちょい動く分には何も怖くないので、このブロックを作るのが一番有効な手段でした。これを気づかなかったんですか、90分今日はって思っちゃったんですよね。でも逆に言うと、あれですよね、この前の鹿島戦なんかそうでしたけど、基本的にここ3枚でブロックを作ってここを2枚にしてたんですよ。そうすると、うまくここら辺でボールが入った瞬間に、レイソル前には強いですから、この辺でバッて取った瞬間って上がってるんで、もうここスカスカですよね。ここそういうところにクリスティアーノとかがギュンと入ってきて、この前1点を取ってました。鹿島戦ではズドーンみたいなシュート。
これなんですよ。なので、こういう風に前に枚数かけてくる、サイドバックがずんずん上がってくる、で最終的に、まあ、相手の攻撃が分厚くなってくるっていう時には、まあ、3バックにして5枚でブロックを作って相手を引き込んで裏に通せばいいっていうところなんですよね。まあ、ただ今日の試合に関しては、まあ、本当に1失点目してから2点3点とゴロゴロっていっちゃったので、前がかりに行かなきゃいけないからブロックを5枚にして守備的に行くなんてのはできなかったっていうのはあるかもしれないです。そこは確かにあるかもしれないです。なので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、失点が早かったかなと、特に複数失点食らうのが早かったかなというのはあります。はい。まあ、とはいえね、これからおそらくレイソルがこんだけこの浦和のこのシステムに大敗したっていうのもあると、これやってくるチームあると思うんですよね。まあ、そういう時に備えてきちんと3バックってオプションを持っておくっていうのも一つあるかなとは思います。はい。そんな話でございました。はい。ということで、次節は、1週間空きますかね。11月3日にトヨタスタジアムでのアウェー名古屋戦ということで、まあ、浦和に続き上位の強いチームが続くという、そんな試合でございます。見どころです。2点だけクイックに、まあ、2週間あるんで、今日のこの大敗というのはメンタル的にも整理ができる時間があると思います。なので、まあ、さっきもお話ししたような、ああいう攻撃をしてくるチームに対する、まあ、戦い方とかっていうのをきちんと整理をして名古屋戦には挑んでほしいなと思います。まあ、名古屋は監督がね、イタリア人の監督なので、まあ、そんなに前に前数かけるってのはしないと思うんですよね。ただまあそういうこともあり得るっていうのもあるので、きちんとチームとしての課題点を明らかにして次節に臨んでほしいなと思います。そして2点目です。この前の清水戦からアウェー3連戦が続いてます。なので、まあ、なんとかね、今回失速してしまいましたけど、次の名古屋倒せればチームとしても勢いがつくと思うので、そこはなんとか勝利をもたらしてほしいなと思っています。というところで、また次回の動画でお会いをしましょう。バイバイ。